します。はい、じゃあ腕章になりますので、よかったらお使いください。はい、すいません。これ見ます。皆様、本日はジャパンアクションスポーツアワーズ2019にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日私 MC を務めます。普段は東京のラジオステーション J-WAVE でナビゲーターをしております。改めまして私ニコと申します。今日はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。ジャパンアクションスポーツアワーズはサーフィン、スケートボード、スノーボード、そして今回から BMX を加えた4つのアクションスポーツの世界で活躍、発展に貢献したライダー、個人、団体を表彰するイベントです。 BMX ライダーオブザイヤー、受賞したのはこのライダーです。中村リム選手です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。そしてプレゼンターは BMX 界のレジェンドライダー、マン・ホーマンさんに務めていただきます。バンさん、どうぞステージにお上がりください。今のお気持ちを、まず受賞の気持ちを聞かせてください。今回 BMX は初めてで、その一人目に、僕を選んでもらえたら本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、もう目まぐるしい1年だと思うんですが、中村選手、はい、この1年振り返っていかがですか？ずっと、3歳から僕 BMX 始めてて、そこから海外で活躍したいと思ってて、今回今年初めてやっと表彰台だったので本当に良かったです。さあ、来年 BMX フリースタイルは東京オリンピックの新種目となっています。もちろん出場選手はまだ確定はしてないんですが、もし出場が決まったら中村選手どんなところを見てほしいですか、皆さんに？やっぱり自分のスタイル出して、自分の全力の走りをして、そこから結果がついてくれば一番いいと思うので、最高の走りをしたいです。ちなみに BMX もたくさんの種類の技がありますけれども、この技に注目してもらいたいと何か一つ教えてください。でも僕はジャンプの高さにこだわってるんで、そこはやっぱり一番見てほしいなと思ってます。わかりました。日本レベル、そして世界レベルの高さのジャンプ、これにも注目をしたいところです。ということで BMX ライダーオブザイヤー中村リム選手でした。大きな拍手をお送りください。村瀬心椛選手です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞ。おめでとうございます。村瀬心椛選手です。それではまずはトロフィーの贈呈です。こちらの方お願いいたします。お受け取りください。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。さあ、村瀬選手はまだ15歳なんですが、今の感想、受賞の感想を聞きたいと思います。今のお気持ち教えてください。このような素晴らしい賞をいただき本当にありがとうございます。1年に1回しかないこの賞を受けられて本当に嬉しいです。おめでとうございます。さあ、X ゲームズでの優勝というのは村瀬選手、改めていかがだったんでしょうか？初めて出た世界大会の大きい大会で、それで自分のやりたい技ができて、それで着地できたことが本当に嬉しくて、優勝できたことに本当にすごいびっくりしました。さあ、それでは村瀬選手、来年度の目標、次のシーズンが待ってますが、目標、それから夢なんかありましたらぜひ教えてください。今年は怪我をしてしまって、去年怪我をしてしまって、あまり大会が出れなかったので、来年は怪我のしない体作りをして、X ゲームとか US オープンとか大きな大会で表彰台に上れるように練習していきたいし、夢は2年後に北京オリンピックがあるので、そこでライバルたちにも勝って優勝して、日本で笑顔で帰ってきたいなと思っています。楽しみにしています。スノーボーダーオブザイヤーは村瀬心椛選手でした。大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。サーファーオブザイヤー、受賞したのはこのライダーです。村上俊選手、鈴木安室選手です。おめでとうございます。どうぞステージにお越しください。大きな拍手でお迎えください。鈴木選手、お受け取りください。おめでとうございます。
今の受賞のお気持ちをまず聞かせていただきたいと思います。サーフィンがなかなかスポーツって捉えられない中でこのようなあの受賞式で賞をもらえたことはすごい嬉しく思います。まあ、ここまでのシーズンを振り返っていかがでしょうか。今まで勝てない時期がすごい長くてこのスペインの大きい大会で優勝することができて本当今まで頑張ってきてよかったなって思える瞬間でした。さあそして、まあ、サーフィンも来年東京オリンピックの新種目となっております。出場選手まだ確定はしていないんですがもしどうでしょう確定が、はい、もしオリンピックに出れたら私のサーフィンを見てほしいです。なるほど。どんなところを見てほしいですか。全部リップもカービングも全てというところでよろしいでしょうか。鈴木選手ありがとうございました。さあそしてですねサーファーオブザイヤーもう1名本日海外遠征のためこの会場に来られなかった村上俊選手についてご紹介します。それでは村上俊選手からのメッセージです。ご覧ください。ジャパンアクションスポーツアワードにお越しの皆様村上俊です。この度はサーファーオブザイヤーに選んでいただきありがとうございます。サーフィンの夢としては自分の好きなことをやって世界に評価されるようなサーファーになりたいなと思っています。ということでありがとうございました。サーファーオブザイヤー鈴木安室選手でした。おめでとうございます。そして村上俊選手でした。ありがとうございます。さて日本のサーフィン界個人の活躍が、まあ、こうして目覚ましいんですがその個人の活躍を支えチームとして結果を残した団体があります。今回その団体を JASA としては特別賞スペシャルアワードとして表彰をいたします。受賞したのはこちらの団体です。サーフィン日本代表波乗りジャパンです。団体を代表して一般社団法人日本サーフィン連盟理事関口義雄様です。大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。お受け取りください。おめでとうございます。スケーターオブザイヤーです。堀米雄斗選手です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。おめでとうございます。堀米選手、お受け取りください。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。受賞の感想、お気持ちを聞かせていただけますか。去年も受賞させていただき、で今年も受賞させていただきありがとうございます。去年はスーパークラウンで、まあ、不甲斐ない自分のベストな滑りができずに終わってしまって、で今年また挑戦っていうところでそこで本当自分のいい滑りをできたところがすごい嬉しかったところですね。まあ、でももう一個技があればまた優勝も狙えたのでまたそこを超えられるようにまた次のコンテストとかでも頑張っていきたいと思っています。ライバルがいれば堀米選手教えてください。ご自分のライバル選手ですね。そうですね、まあ、ライバルっていうのはあんまり意識してなくて本当に自分のベストなパフォーマンスをみんなに見せられるようにっていつも心がけてスケボーしてます。さあ堀米選手いかがですか。こう自分が成長していったところは、まあ、オリンピックが決まったというところというふうにおっしゃってましたがご自分ではいかがですか。そうですね、まあ、本当にスケボーが、まあすごい好きなんで、まあ、本当に自分のスキルを、まあ、毎日レベルアップしていきたいと思っているのでなんかこれからももっと自分のスキルをアップしていけたらいいと思っています。さあそれではですね、皆さんに伺ってますが来年度の目標それから今後の夢などありましたらぜひ教えてください。そうですね、まあ、やっぱ来年はオリンピックがあるのでそれに向けて本当自分のいいパフォーマンスができるようにそれに向けて準備していきたいと思います。どうですか久しぶりの日本は楽しめてますか。すごい楽しめてますね。わかりました。ぜひ来年の活躍も期待したいと思います。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。スケーターオブザイヤー、ファンには堀米雄斗選手でした。おめでとうございました。おめでとうございます。女子ストリート部門は西村碧莉選手、女子パーク部門は岡本美嗣選手です。
どうぞステージにお上がりください。大きな拍手でお迎えください。ではまずはトロフィーの贈呈となります。トロフィーの贈呈です。お願いいたします。お受け取りください。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。さあ、岡本選手はこのジャサのアワーズでは最年少受賞となる現在13歳です。たくさん大人がいっぱいいますけれども、今の受賞の気持ち教えていただけますか？とても嬉しいです。本当に皆さんね、6連勝それでもちろん東京オリンピックはもう完璧に目標に入れて捉えてますんでね、これからの活躍本当に頑張ってくださいね。一つだけ怪我しないようにな、本当におめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そして岡本選手どうでしょう、来年度の目標、次の夢なんかあったらぜひ教えてください。目標の滑りをこれからもしていきたいし、夢はこれからも世界で活躍できるようにしていきたいです。ありがとうございました。岡本選手、これから期待です。大きな拍手をお願いいたします。ジャパンアクションスポーツアワーズのお越しの皆さん、西村あおりです。この度はスケーターオブザイヤーに選んでいただきありがとうございます。2020年東京オリンピックはまだ出れるかわからないんですけど、もし出れたならば皆さんにスケートボードの楽しさを伝えられたらなと思います。今後は自分を見てスケートボードが楽しそうだなと思ってもらえるようなスケーターになりたいです。スケートオブザイヤー女子ストリート部門は西村あおり選手、そして女子パーク部門は岡本みすず選手でした。大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。さて皆様、このようにですね、活躍目覚ましい日本のスケートボード界なんですが、実は今日表彰した選手に負けず劣らず、パーク部門で活躍をしている女性ライダーがいます。9月にブラジルサンパウロで行われた世界選手権では優勝した岡本選手に次ぐ2位という好成績を収め、女子スケートボードの発展に大きく貢献したと判断し、スペシャルアワードとしてここで特別に表彰をしたいと思います。そのライダーはこちらの選手です。よそずみさくらです。今回は特別賞に選んでいただきありがとうございます。本来であれば会場に足を運びたかったのですが、行けなくてごめんなさい。おめでとうございます。スペシャルアワード、よそずみさくら選手でした。2018年から2019年のアクションスポーツの発展に最も貢献した個人団体に贈るアクションスポーツオブザイヤーです。競技成績はもちろん CM やメディアへの露出、一般的認知、そういった総合的な観点検討した結果、1名の選手にこの賞の授与を決定いたしました。それでは皆様発表いたします。アクションスポーツオブザイヤーはこの方です。五十嵐カノア選手です。大きな拍手でお迎えください。さあ、五十嵐選手に来ていただきました。カノア選手、お受け取りください。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。それではちょうど持った状態でお写真の方もお撮りください。それでは五十嵐選手、おめでとうございます。まずは今のお気持ち聞かせてください。ありがとうございます。ちょっと日本語があんまりうまくないので一応頑張ります。そうですね、今年もすごいまたいい年でしたので、初めて日本人サーファーでワールドチャンピオンシップというイベントを優勝しましたので、今世界ランキングが6位なので、もう本当にいつも応援をありがとうございます。さあ、改めて今の CT の第3戦見ていかがだったですか、ご自分で。そうですね、もう本当にやっぱりあの日のなんか気持ちがまた戻ってきた感じで、やっぱりもう本当にもうなんか優勝したことでなんかそれがモチベーションにもなるので、またね、2020年に対してに向けてやっぱりもっと頑張りたいっていうやっぱり目標なので頑張りたいと思います。どうですか、もうここ3年、4年ぐらいで、カリフォルニア、ご自宅のハンティントン、
そして、まあ、あの日本と結構何度も来てますけれども、よりどうですか、日本というのは好きになりましたか、いかがですか。そうですね、もうそれはもう当たり前だけども、日本はもう、自分でも例えばホームっていう気持ちもあるので、やっぱり日本に来て、やっぱり日本食もすごい好きなので、やっぱり一年中日本食もずっと食べてて、やっぱり日本がやっぱり本物のやっぱり美味しい食べ物なので、でやっぱりもう日本にいる時はもう本当に気持ちがいいので、やっぱり リラックスもできるし、やっぱり忙しいけど、その忙しい中でやっぱりリラックスして、あの次の大会 に向けてなんかバッテリーをチャージっていう感じなので、本当にもう今日の夜帰っちゃう、もうあの次の大会に行きますんですけど、でも、やっぱり今回はいっぱい食べ物を食べれて、やっぱりやりたいことはいっぱいできたので、また次戻ってきます。まあ、かなり日本に来るというのが一つのモチベーションになってるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと前に千葉の方でサーフィンをしてましたけれども、どうでしたか日本でサーフィンは。そうですね、もうやっぱり日本でサーフィンするときは、なんかもう子供の時のなんか覚えるので、やっぱり10歳とか11歳ぐらいの時に、やっぱりサーフィンがまだプロフェッショナルではない時に、やっぱりいつも千葉で取材したところでいつも練習してたので、やっぱりアマチュアの大会も千葉でいつもやってたので、その中で、ね、いきなり、ね、来年がやっぱりオリンピックがその千葉にあるので、やっぱりちょっともう普通の練習っていうよりも、やっぱりなんかオリンピックの準備っていう感じで、いい感じなので、やっぱり今回もいい練習できて、多分、ね、ちょっとずつやっぱり来年に向けて、準備をちょっとずつやって、すごい楽しみにしてます。まあ、来年の目標、まあ、CT でもそしてオリンピックでもぜひ自分の目標を教えてください。そうですね、もう、ね、2020年に向けて、やっぱり目標はオリンピックの金メダルを取るのがやっぱりメインの目標なので、やっぱり金メダル取るのもそうだし、あとやっぱりワールド WSL のワールドタイトルを同じ2020年で勝ちたいので、優勝し、ね、やってみたいので、そのために、やっぱりトレーニングもいっぱいあると思うので、みんなの応援をよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。アクションスポーツオブザイヤー受賞、五十嵐カノア選手でした。おめでとうございます。2020年東京、2022年、北京とオリンピックが続きます。その中で多くの日本人ライダーがメダルをまた獲得してくれるものと信じております。また皆様とメダリストを招いて、このようなイベントができるよう、 JASA もアクションスポーツの活性化、啓蒙にさらに、邁進していきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ジャパンアクションスポーツアワーズ2019にお越しいただきましてありがとうございます。いかがだったでしょうか。本当にスケートボード、BMX、スノーボード、サーフィンと日本人選手の層の厚さを皆さんも改めて実感されたのではないでしょうか。GO2020 東京2020年につながるアクションスポーツのライダーたち、皆さんと一緒にですね、応援していきたいと思います。改めて受賞された選手の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。